ゆっくりしていってな。いきなり始まるぜ。祝福してきめる情報。ネタバレ配慮もない、容赦ない進行でお送りしております。ごめんな。というわけで三名層が一本、お手決めだ。よろしくな。僕は河川金沙だ、風流を愛する文系名刀さ。どうぞよろしく。今回は、文級と左班の、南海先生とやらの救出に向かうところだな。自然忠宏が戦列に加わったから、ここからは6振りで出陣ができるよ。1863年の文級と左班へ到着しました。天栄年より衆との戦闘に勝利し、南海太郎町村と合流しましょう。まったく、さらっと立ち去っておいて救出を要請するんだもんな。面白い御仁だねー。さて、今回も1日目で攻略情報を見ずにやっていくよ。すごいよな、たったの15手でこの幻影年より衆を追い込む手法が編み出されてるんだぜ。そうだね、発想はこれと似たようなものだけど、あそこまで簡略化できるのかってところに驚いたね。うん、この回はまだそういうのはないかな。まだ主の予想で動いてる段階だよ。つまり、洗練されていないということだ。確実に仕留めるための無駄があるからね。というわけで、なんてでいけるかな。さて、編成だ。自然忠宏、今の剣極め、愛禅国俊極め、さよさ文字極め、太鼓金貞宗極め、そして博多藤四郎極めだ。いつもの主力と連れ回される自然って構図だな。前回の放棄された聚楽亭での匿名調査でも、ヤマンバキリ競技がそのまま戦闘に連れて行かれていたね。舞台長としてな。よし、じゃあここからは4倍速でやっていくか。あとは追いかけ回すだけだからね。前よりは慣れた作業だ。まあ無駄は多いけど。さて、何の話をしような。何の話と言ってもねー。じゃあ HTML5 の話でもするかい。なんか新しいやつなんだよな。開発しやすいとかなんとか。ほぼ1から作り直しとなる。そうじゃないか、相当な手間だよ。ありがてえ。ありがてえ。まあ移行してすぐのうちは今までより重くなってそうだけどな。そうなのかい。だいたいああいうのって1ヶ月はバグ取りに専念するイメージがあるんだよ。1ヶ月くらいは我慢の時じゃないかと呼んでる。我慢できるかな。ポケット版はあんまり変わらないだろうから、いざとなればそっちに避難だろうな。そうか、頑張ってほしいね。移行してすぐに軽量サクサクはすごいことだから、その時は喜ぼうな。そういえば、HTML5 に移行する時に何か変わるのかな。カンコレとやらは相当変わったんだろう？ああ、そこはわからないよな。メンテが長ければそういうのもあるだろうけどさ。短ければないと見ていいのかな。俺も門外漢だからな。まあ移行にかこつけて何かをするかもしれないけどさ。そのあたりは告知が来るかな。さて、ついに8個目のサイコロ消費だよ。うわぁ、これもう少しかかるぞ。大変だねー。さて、例の内刀の話でもするかい？あの、内刀な。まず大前提として、文久の土佐の武士たちを元にした素行軍が4体いただろう。そうそう、合子、留水組、三世と、この獅子だよなー。まずは幻影一切り隊の脇差し合子公だね。これはまあ、岡大蔵が元だろう。あとこのボス撃破後に自然忠宏と合流したんだよな。当時内刀の自然忠宏が一旦折れたのが文久2年のことだそうだ。しかし、問題は次だね。次？僕らは通信機故障だったから詳細はわからないけど、次の内刀留水組校のこの流れがどうも気になるんだよね。ああ、なるほどな。幻影年より衆をボコって権限って流れだったよな。で、さらに次が問題なんだよね。三世と名乗るのなら、こいつこそ吉田東洋となるわけだ。これさ、吉田東洋は別にいたのか、それともこの王たちこそが吉田東洋なのかがわからないんだよな。そこなんだよね。というかなぜ江戸時代の三世が王たちなんだ。そうだそうだ、金星だぞ、金星。で、最後だよな。内刀獅子公。そうそう、こいつだよね。あ、死んでない姿。普通の内刀と違うのは服装と髪質だね。普通は傘をかぶったサラツヤ半裸の剛毛ストレートだもんな。こっちは傘なし方だしロン毛のウェーブ。自然忠宏に心当たりがあり、南海太郎町村が偽物と珍しく断言。そして戦闘後、壊れた銃が転がっている。これなぁ。とまぁ、改変された文久と左班でわかることはこのあたりだね。抜けはあるかもしれないが。それじゃあ、考察とでも行くか。その前に、静止を拾いたい。改変された世界で静止の話をするのもせんないことだが。何かあるか。2点だね。1点目。自然忠宏が折れたタイミングは静止では文久2年だ。さっき話してたやつだな。南海太郎町村が直したのか。そうそう、今回の文久3年ではすでに脇差しに直されているはずだ。改変された世界で静止通り折れたかは謎だが、そして、サニワにとっては一番大事な情報はこれかな。文久の次の次、慶応。
坂本龍馬が拳銃をもらったのはこの年代だ。へえ、文久3年じゃなくて慶応。なあ、家臣。なんだい？あの銃どこから生えた？まあ、正史ではそうなるわけだ。改編されたからといって土佐藩が銃を持つかと言われるとね。それに、天守防牢部に銃の持ち込みなんて普通はしないしな。家臣、どう読んだ？あれ？まあ、外れる前提だけれども、内刀獅子講の話でいいんだよね。まず、文久3年の坂本龍馬そのもの説。これは銃の逸話から少し怪しいね。銃か。でも本人のやつじゃないと最後の南海先生の本能の推測が見当違いにならないか？そこなんだよね。じゃあそこを文化と言われると。でも現役士官隊だっけ？奴ら銃兵なんて持ってなかっただろ。いるじゃないか、刀の着せに拳銃を持ってる奴が。え？割と話題になっているようだね。まあ筋は通りはするんだよね。あの世界の、となるとまた銃問題が発生するけど。でもあんまり乗り気じゃないよな。なんでだ？陸奥の神が首謀者だとして、このような神質に変化するのかい？そこかよ。じゃあさ、神質的に南海太郎町村と、服装的に自然忠宏が混ざってるってのは？主好みの考察だけれども、播磨や橋の脇差しと源永年寄衆の内刀はどうなるんだい？じゃあ他に何があるんだよ。さ、これはこれで、偽物の解釈が難しくなるんだけどね。おい、自滅したぞ。とまあ、2が濃厚で、個人的には4だと呼んでいる。他にも可能性はあるんだろうな。ちなみに主がオチとしてこれを用意しろと。なんだなんだ、思考停止やめろ。まあ、3話が一番考えるべきは敵の正体などではなく、刀の本能という南海太郎教尊が語ったことだろうけどね。まあ銃の話の推測も本能の補強だろうしな。呪楽帝の北条氏政も本人かどうかはさまつなことだしね。せいぜい話の種さ。話の種でいろいろネタにしたんだけどな、俺たち。未来のことを考えろと言われたらさまつなことだが、過去を分析するのはそれはそれで大事だろう。さて、そろそろか。こっちが2回行動すると敵が行動回数の分だけ動くから、5回は罠にはめないと追いつけないんだよな。相手が断然早いからねー。だが、これで終わりだ。いやー長かった。どこに行きゃいい？とっとと知らせろ。よし、なんと24手もかかったぜ。巷で話題となっている15手や19手と比べるとなんと手数の多いことか。お前が言うか？僕なら他の男子に投げるよ。お前な。それじゃあ、切るとするか。まあこの戦力なら敵も楽勝だろ。急に強くなることはないだろうしね。今度は三星が銃で吹っ飛んでしまった。獅子のあれは悲しい事件だったね。本当にな。よし、これで南海先生と合流できたかな。ここまで投資でやったから疲れた。早く迎えて帰ろうじゃないか。資本主義は勝つ。やあ、ご苦労だったね。これでようやく自由の身かな。ただ好きにやらせてもらった見返りを政府君に渡してこなくてはならなくてね。というわけで先に戻っていてくれたまえ。また会おう。今回の匿名調査は完了しました。しかしながら、文久土佐藩にはまだ素行軍の姿が確認されています。その中にはより強力な敵も存在しているようです。そのために、意欲偵察として、これより時間の許す限り文久土佐藩の調査を行います。そして高知城より肥前忠宏の気配を感じます。幻影士官隊を倒すと稀に出現することがあります。ああ、これでようやく主任務達成だな。お疲れさん。主も疲れているし、高知城へ進む途中に騎乗ポイントがあるし、さっさと帰還しよう。ああ、でもさ、疲れたけど楽しかった。そうだね、面白かったよ。それではあの刀を迎えよう。よし、博士いらっしゃい。晴れて、僕もここの仲間ってわけだね。僕は、南海太郎長村。長いなら、長村とでも呼びたまえ。というわけで、新進党、南海太郎長村が仲間となったよ。刀では珍しい理系っぽい感じの刀だな。ところで、長村とでも呼びたまえと言ってるけどみんな南海先生って呼んでないか？
いや、呼びやすくて、つい。ついって。さて、これで匿名調査文級土佐班の必要な工程は終わりだ。よし、お疲れ様。任せちょけ。ついに陸奥の神にも同郷の仲間が来たんだな。しかし、結婚の差が大きそうだね。どういう視点だよそれは。というわけで今回はここまでかな。そうだね、ここまでのご視聴、コメント、ありがとうございました。また以上の皆様、前回の動画への広告ありがとうございました。次回も、新刀剣男子化新要素が来たらかな。さて、HTML5 以降でどうなるかな。話を聞く限り、夏に来るであろう連帯戦までには軽くなっていることを祈ろう。あとは大阪城で小判掘ったりな。あと君はいつ極めるんだい？やめろよ。くっそー、歌集はトンボ切りにそういうことを全然言わないのに。僕は歌集清光ではないからね。あと食材切りにも煽ってるから心配しなくていいよ。やめてやれよ。とまあ、こういじったところで今回はここまで。それでは次回のお楽しみ。くっそー、じゃあな。